皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらですね、シャオミスマートバンド7が最近発売されましたけども、こちらの文字盤をですね、今デフォルト標準のものになっていますけども、自分の好きな写真をこの文字盤に設定するというねことをやってみたいと思います。ちなみにですけども、使うアプリはこの ZEP ライフもしくは Mi Fitness ですね。この2つを使って設定をしてみたいと思います。まず最初に ZEP Life から、そして Mi Fitness を使っている方も同じようにやってみますので、参考になれば幸いです。では早速本日も行ってみましょう。最初にこの ZEP Life の方を行ってみたいと思います。ZEP Life とペアリングされている方は、プロフィールっていうところを開いていただければと思います。そうしますと、ペアリングしているこちらの Xiaomi スマートバンド7が、もうマイデバイスの一つとして入っています。タップします。そうしますと、このストアというところが出てきますので、ここをタップします。はい。そうしましたら、さらにですね、このストアっていうところの、フォトウォッチフェイスっていうところがあります。ここがですね、自分の好きな写真、画像を設定する項目になります。今デフォルト標準のものが入っていますけども、5つね、サンプルがありますけども、この真ん中のものを設定してみたいと思います。ではですね、この背景をカスタマイズっていうところがありますので、ここをタップします。そうしますと、これから写真を撮るのか、もしくは選択ですね。これまでに撮影したものの中から選ぶのかということになりますので、今回は選択、これまでの撮影したものの中から選ぶ形になります。で、ここね、ちょっとプライベートの写真になりますので、私は撮影したものの中から一つ選びたいと思います。そうしますと、この枠ですね、この画面の中に表示する領域を選んでくださいということになりますね。まあこういうふうにね、画像を動かすことができますので、こんな感じでちょっとやってみたいと思います。こちらのね、ものを撮影されたものになっています。では、OK を押しますね。そうしますとね、こんな感じになりますよっていうふうにね、今サンプルが出ています。で、この状態で文字盤を同期っていうのを押しますと、どうなるかちょっと見てみたいと思います。今ね、ここシンクロ中となっていますね。同期中になっています。はい。バンドの方に振動が来て同期が完了しました。こんな感じで設定ができるようになります。どうですかね？綺麗にセッティングができました。では、ちょっと違うね、文字盤でも同じようにやってみたいと思います。で、これを先ほどと同じように、はい。今度はこういう感じで選びたいと思います。それで同期でやりますと、はい、振動がバンドに来まして完了したっていう風に来ました。こんな感じでね、セッティングがされました。もうデフォルトのこの状態から変更することはできなくなっています。歩数とかね、心拍っていうのがありますけども、これを何か変更するってことはできませんので、このサンプルの中からもう決め打ちになっていますので、好きなものを選ぶってことになります。簡単にこのように設定ができますので、自分の撮った写真をぜひ文字盤の方に設定されてみてください。では次にですね、Mi Fitness の方でも行ってみたいと思います。はい、では次にですね、この Mi Fitness を使って文字盤に好きな写真を設定してみたいと思います。このようにね、今開きますと、このデバイスっていうところがありますので、この項目をまず選んでいただく形になります。そうしましたら、オンラインっていうところがありますので、ここをタップします。で、次にですね、バンドディスプレイって出てきますので、ローカルかオンラインってありますね。ローカルっていうのはこの本体の方のことを言いますね。ローカル上にありますよということですね。で、今回はオンラインっていうところをタップします。そうしますと、まだこちらのバンドの中にインストールされていない文字盤がたくさん出ていますね。これは Xiaomi の標準で用意してくれているものになります。で、この中からですね、この写真っていうところがありますので、この写真のその他っていうところをね、タップしていただきます。そうしますとサンプルが先ほどと同じように5つ出てきましたね。やはりここからは先ほどと同じようなやり方になりますので、引き続きね、やってみたいと思います。じゃあ今回はこのアルバムダイヤル4ってありますので、ここを選んでみたいと思います。そうしましたらですね、こんな感じになりますよっていうサンプルが出ていますね。ジョージオンディスプレイにした時もこんな感じですよっていう風にね、Mi Fitness のアプリに関してはより親切な設計になっている感じです。では、好きな写真をどうやって設定するかなんですが、画面をここタップしても何もならないんですね。で、
実はこんなところにありました。これはちょっと画面が小さいね、iPhone になりますので、ちょっと隠れていましたけども、ここをね、ちょっとこう動かしますと出てきますので、ここをタップします。で、背景写真を置き換えるとありますので、ここをタップします。そうしますとね、先ほどと同じようにサンプル、自分の写真一覧が出てきますので、お気に入りのものを選んでいただく形になります。選びますとね、このように、やはりこんな感じになりますよと言って、一時決めをね、することができるようになっていますので、よろしければここでタップします。ちなみに歩数とか心拍とかですね、それの他の部分を変更することはできないようです。ではね、適用の方をしてみたいと思います。はい、今振動がバンドの方に来て設定が終わりましたね。同じものが設定されています。いいですね。簡単に設定することができました。というわけで、そんなに設定方法は難しくないと思いますね。 Zepp Life も Mi Fitness も含めてほぼ同じようなやり方になっています。若干の誤差があるぐらいかなという感じになりますね。では設定したものをね、これやっぱりいらないよってことであれば削除をしていただいてもいいですし、また上書きする形で別のものを選ぶっていうこともできます。例えばこちらを選んで同じようにね、選んでいただいてっていうことにもなりますので、いちいち削除しなくても大丈夫だと思います。まあ、その他にたくさんの文字盤がありますので、好きなものを選ぶっていうこともできますので、バンド本体の中でしか入っていない文字盤しかありませんよっていうことでありませんのでね、このバンドディスプレイの中からオンラインっていうところですね、ここを選んでいただく形になります。はい、というわけで今回この Zepp Life、 そして Mi Fitness ですね、この2つのアプリを使って好きな文字盤をバンドに設定するという方法を行いました。自分の使いやすいアプリを選んで設定していただければと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。